分はスクール生ではなかったんですが、選手として入り矢野目さんの方にコーチをやらないかということで誘ってもらったのがきっかけです。1対1や対人プレーについて学べることといろんな仲間に出会えることだと思います。やらないで後悔するよりやって後悔した方がいいという言葉です。